おはようございます。78日目の朝5時です。おかげでよく寝れました。荷物のパッキングが一応終わりました。自転車でバッグ2つですね。残りの2つは宅配便で送ってます。ガスとか、まあ、自炊道具はまとめて送ってみました。で、テントはちょうどこの前にフロントキャリアがちょっと自転車と一緒にしづらいんで、その間にテントを押し込んで、ね、ロープというか結束バンドというかそういうものでまとめておきました。で、ここにあのマルコがいつも乗っているバディライダーが入っています。これも乗るときは預け荷物ですね。結構きれいにまとまった気がします。大丈夫。新千歳到着しました。まだ鳴き声が聞こえないぞ。あ、それも、はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。このまま、はい、ワンちゃんもですかね。はい、今、はい、お返しします。すいません、ありがとうございます。今ケースもお持ちしますね。はい、まあまあ、はい、よかったよかった、よかったね、よかったね、よかったね。あ、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。マルコは受け取った瞬間から静かですね。いい子だ。はい、ありがとうございます。ふう、美味しかった。最後のちょっとだけはマルコにもあげました。4時半です。だから到着してから、まあ、マルコを受け取るのちょっと待ったとしても2時間半ぐらい多分準備に時間かかりました。あの、やっぱり分解するときより組み立ての方が面倒いです。特にあの前側のフロントのキャリアの取り付け、プランらしいプランはとにかく気候のいいところをのんびり行きたい、これに尽きる。うんうん、とりあえず最初、お、走りは快調と言ってよいかな。ブレーキも効いてる、ギアもなんかなってる。
荷物の受け取りを考えると札幌方面にちょっと行ったところになるんですね。そっか、そうだな、それを考えなきゃいけないか。後で確認はしますけど、多分昨日までと、まず日の出日の入りの時間とかもうちょっと違うはずだと思う。だいぶ変わるのかな、朝の速さが。で、日の入りもどんぐらいなんだろう。まだ7時はこの辺だと行かないのかな。ありがとうございます、失礼します。明日来れたら、そうですね、近くにまだいると思うんで、はい。このなんかゴーストタウンのようになってるアウトレットモールの中にフリーのドッグランがあって、そこを目ざとく見つけて入って、地元の方といろいろお話しさせてもらって、いや、北海道の人のフレンドリーさっていうのは何なんですかね。南の島の人たちともまたちょっと違うんですよ。沖縄とか奄美とかの人たちもすごいフレンドリーなんですけど、そことはまたちょっとだけ違う。さっきマルコのペットボトルの水を汲んでやったんですけど、水がやっぱり冷たい。水浴びするのは辛いかもしれない。昨日の夜までラーメンとか暑苦しいし食べたくないって思ってたんですけど、今すごいラーメン食べたいです